はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、レモンちゃんを描いていきたいと思います。マッシュルのキャラの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ほっぺをぷくっとさせて、でくるくる耳にで、目は上のラインを丸く、描いて、あとここが見えたら入れてしまいます。で、ここにハイライトの丸を描いて、くるくるくる。こっちにもハイライトの丸、くるくるくる。で、黒い瞳の丸を描きます。で、下まつげ、ちょんちょんちょん。上のまつげ、しっぽ、しっぽ。で、二重ライン。で、眉毛。で、右目も目の上のラインくるくる。ハイライトを描いて、くるくる。こっちにもハイライト描きます。で、くるくる。で、黒い瞳の周りを描きます。で、下まつげ、ちょんちょんちょん。で、上のまつげ、しっぽ。しっぽ。で、二重のライン。眉毛、で口は顔のこの真ん中ににっこり開けて、でこの目の下のところからラインを描きます。でほっぺチュッ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 、で前髪はこの右目からスッと上に上がったところから下ろしてきます。で大きめの毛束持って毛束で、今度左目側に流していって顔の横にかけていきます。で、毛先ふたを壊れさせます。で、反対側、こっちはちょっとちっちゃめの毛束作って、流していって、下ろします。で、顔の横の毛を下ろしていって、で、頭のリボンですね。まずくるくるくるっと描いて、で、この真ん中のところに結び目を取って、左右にひら、こっちもぐーん、で、この髪の毛が後ろをここ通って、こうくるくるっと降りてきます。で、裾をひら、はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。